ジャガーランドロバーがアイオタを使ったサービスの実験を始めました。こちら、アンゴロです。ジャガーランドロバーとは、イギリスの自動車メーカーのジャガーとランドロバーがタッグを組んで作った自動車の会社です。アイオタは IoT のために開発されている暗号通貨です。IoT とはですね、インターネットオブシングスの略で、生活のあらゆるものがインターネットにつながることを言います。例えば IoT エアコンなら外出先からスイッチを切れるみたいに、物がインターネットにつながることは生活をより便利にする可能性を持っています。そして多くの物がインターネットにつながると、今度は物と物とで取引をする機能が登場します。例えば太陽光パネルで発電して余った電力を IoT デバイスを通して他の家に売るみたいな、このような IoT デバイス間の取引で安全で便利な決済手段を提供するのが IoT です。 IoT の大きな特徴はこれです。取引手数料が無料、承認時間が短い。普通の暗号通貨は送金すると手数料が取られて枚数が少し減ります。1枚送ったら0.9995 枚届いたみたいなのは、なんかすごく減った気分になりますよね。一方 IoT は1枚送金したら1枚着金します。なぜ無料なのか説明すると、まずビットコインなどの暗号通貨に送金手数料がかかる理由はマイナーがいるからです。ユーザーが送金依頼すると、送金内容が正しいことをマイナーが承認することで送金完了になります。そして承認してくれたお礼として送信金額の一部がマイナーに支払われます。これが送金手数料です。1回の承認でマイナー全員が報酬をもらうわけにはいかないので、マイナー全員で計算の競争した結果、一番最初に計算できたマイナーが報酬をもらえます。これをプルーフオブワークと言います。また計算が簡単すぎると同じタイミングで計算できた人がたくさん出てしまうので、ある程度計算に時間がかかるように難易度が調整されています。そのためユーザーは着金までしばらく待たされます。一方 IoT にはマイナーが存在しません。マイナー不在で承認できる理由はですね、送金依頼をしたプロセスが他の送金依頼を承認する仕組みになっているからです。例えばこの図のように A と B の承認待ちの送金依頼があったとします。ここに C の送金依頼が入ってきたら、 A と B が正常な送金依頼であることを C が承認して、そして C は承認待ちになります。次に入ってきた送金依頼も同じように前の送金依頼の承認をします。そして規定数の承認を受けた送金依頼が送金完了になります。この仕組みだと計算の競争がないので承認までの時間がかかりません。このように一つのプロセスが他の複数のプロセスを承認するので、 IoT のチェーンは網の目状に伸びていくのが特徴です。これがホワイトペーパーのイメージです。網の目状。ちなみに IoT は送金依頼が他の送金依頼を承認する仕組みなので、取引が活発にならないとセキュリティが担保されません。そのため現在は不正の取引が承認されないために、IoT 財団が用意したコーディネーターという承認の手助けをするプロセスが存在します。つまり現在は非中央集権ではなく中央集権的な暗号通貨です。取引が活発になったらコーディネーターを削除して、晴れて非中央集権になるそうです。まとめると、 IoT は IoT の安全で便利な決済手段を提供し、送金手数料は全て無料かつ速攻で届く暗号通貨です。IoT のトークン情報を見てみましょう。トークン名は IoT。IoT と読む人もいます。シンボルは MIOTA。総発行枚数は277,953,283枚。ミオタはメガアイオタの略で、アイオタの単位だと
2779兆枚のように数字が大きすぎるので、メガアイオタ、略してミオタの単位を使っています。ICO は2015年11月から12月に行われて、価格は1枚 0.001 ドル未満で販売されました。これはアイオタの冷やしチャートです。2017年6月の初値は 0.25 ドル。同じ年の12月に 4.3798 ドルをつけました。ICO 価格の 0.001 ドル未満から 4.3798 ドルなので、4379.8倍？ ICO ブー！この ICO 価格合ってるよね。現在は 0.31 ドルまで下がりましたが、それでも ICO 価格の319倍。そして2019年4月29日にジャガー・ランドローバーがアイオタを使った機能のテストをしたニュースが話題になりました。ニュースによると、スマートウォレット搭載の自動車が交通渋滞や道路状況などのデータを自動で収集し、情報提供のお礼としてアイオタが配布されるそうです。さらにウォレットに溜まったアイオタは高速道路の通行料、駐車料金、電気自動車の充電の支払いに使えるようになります。 IoT 自動車の時代が近づいてきてるぜ。これはアイオタの1時間足チャートです。4月29日朝8時は 0.265 ドルだったのが、ニュースが出て 0.341 ドルまで上昇しました。 28.6% アップ。トレードのタイミングは、 IoT の普及を信じるなら今から長期でガチホ、投資は自己責任で。以上、ジャガーランドロバーがアイオタを使った新サービスの実験を始めたでした。また次回お会いしましょう。